今日の料理は本格韓国料理スジェビ、ね、韓国の国民的なんかね、それ専門の料理店があるくらいのスジェビというね、スイトン、こんな仮面の中で食べるのがあるんだけど、韓国の人に教わった家庭で作ってるお店では食べられないスジェビ、これをお伝えします。輝く食、輝く私、輝く世界、未来食の大谷由美子です。韓国のお店で、観光地とかでやってるのはジャガイモが主のスジェビ、そしてなんと今日はこのエゴマね、知ってるかな、エゴマって言ってシソ科の仲間で、もう本当に美味しい、プチプチと、こうごまより美味しいって言われて、日本の東北のおじいちゃんたちの大好きなこのエゴマ、これを食べるとですね、もうアルファリノレン酸っていうね、もう現代人の食卓から消えてる栄養が全部入ってくるので、これをねたっぷり、韓国の人ってすごいエゴマ食べるんですよね。でこのエゴマをいってたっぷり煮込んだ、誰もほとんどの人が味わったことのないスジェビ、皆さんが家で簡単に作れて、さらにもうパワフルな健康が手に入ります。そのためにまずはだしね、韓国の人はねちょっとこう動物性のだしとかやっちゃうと思うので、つぶつぶ流です。まず椎茸、干し椎茸です。昆布、それから私が愛用している乾燥平茸、平茸しめじの乾燥したもの、そしてもうこれまず汁が重要なんで、これね、これで美味しい汁を5分くらい煮ときます。その間に野菜切るね。まず玉ねぎ、ちょっとでいいんだよね、ちょっとね、こう玉ねぎが具としてしっかりくるような感じ、5ミリくらいのこんな感じで、こんな感じです。かぼちゃ、かぼちゃは崩れないようにちょっとしっかりと、はい、かぼちゃです。そして人参、こんな感じで、なんかちょっとこんな感じで可愛い、はい、こんな感じで野菜が切れました。それからエゴマを入ります。エゴマってね、ごまより簡単に入れるので、入りすぎないように、なんか食べた時苦いって思った場合は入りすぎ、一粒跳ねとプチッと音がしたらって感じなので、よく温めておいて、どんどん香ばしいか、これね 100% っていうか、もう食物繊維以外は全部アルファリノレン酸みたいな、もうなんだろう、天然サプリみたいな。でね、なんとね、アルファリノレン酸ってこうよく青魚とかに入ってるって言われてる EPA なんかと一緒の仲間なので、これね生臭いの、なんとなく。だからエゴマの料理食べるとすごく、なんだろう、ちょっと動物性恋しいなっていう人にもとてもいいんだよね。こうやってるとね、プチプチって1個ぐらい言って、あ、もういったので、もう終わり、こんな感じです。もうすぐにね、鍋にこのまま置いておくと大変なので、すぐにやって、そしてもうスリ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 、だし取ってる間にスリ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 で、これはねよく粉にします。コーヒー豆ひくんじゃないけど、エゴマをねスリスリするって結構これからして、でも本当にね、これは半粒しとかでも ふりかけとかにしても美味しいんだけど、粉にした時の美味しさっていうのがまたね、でも粉にした場合はすぐに酸化するから、もうすぐ料理するね、粉にして置いとかないっていう。わー、だし見てみて、5分ぐらい経つとしっかりするのね。で この干し椎茸も昆布も全部具として使えるんだけど、今日はねスジェビを楽しんで、中身は中身で別に楽しもうってことで、今日はちょっと取ります。具としてすごく美味しいので、これでね別の料理を私は作るんです。別の回で教えてくるかも。平茸ちょっと入った方が美味しいかもなので、ちょっと置いときます。こんな風にして出汁ができました。出汁ができて、具ができて、あ、ニラ忘れてた、ニラ切ろう。まあ全部見てくる、あんまり硬かったらまずいので、ちょっとこう伏せて、でこれを用意しといて、じゃあここに入れる。いよいよそのスジェビって本当はこのスイトンのことなのね。このスイトンを今から作りますね。結構簡単なんで見てて。無漂白の国産の小麦粉です。そして塩、小さじ半分の塩を入れます。でここにね、お水をね4分の1カップ、1カップの粉に 50cc 入れると、これがだいたい耳たぶくらい。でも耳たぶぐらいだとちょっと硬いので、気持ちふわっとしたものを食べたいから、もう小さじ1くらい、ね、入れて、ちょっと柔らかめの生地を作ります。入れます。ガーッ、こんな風にこうちょっとまとめていくだけでいいので、畳む程度、軽く畳む程度で大丈夫。ほら、もう生地、これをここに入れて煮込んでいくんですね。小麦粉って結構ねしっかり煮なきゃいけないので、たらもう生地としてはもうトロトロトロって美味しそうにできているので、このまま寝かしておきます。さあ準備万端、今から熱々スジェビ、はい、じゃあ
この美味しい出汁のところにかぼちゃ入れます。玉ねぎも入れます。人参も入れます。でこのかぼちゃがね煮えてきたところにこのすいとうを入れ、最後にあっえごまどこへ置いちゃったっけ、この粉これをどっさり、これが韓国の田舎のおじいちゃんがもう秘伝のスジエビです。あとは調味料は味噌と塩と、まあ、野菜の、ね、こう煮え具合とかによって塩の量を調節するんだけど、でエゴマドッと入れて出来上がりです。だしも取れて、ね、次の料理の具もできてなんか便利。かぼちゃが6分通り煮えたら具を入れていきます。で必ず野菜はね沸騰まで強火、沸騰したら必ず中火にして、そうすると野菜のだし柄にならずに旨味がねすごいねちょうどいいでしょ、くっつきもしないし手の中で、でこれはねあの普通の水筒にしてもいい、これね本当に東北ではひっつみって言うんだけど、これをポン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 入れて煮るともう麺とか、ね、麺乾麺って結構高いんだよね、小麦粉からあるいは小麦粉にちょっと雑穀粉混ぜて自分で作れば最高に美味しいし、すごい安上がり、経済的なご飯が食べられる。こんな風にしてちぎって、これね子供たちとか楽しい、もう喜んでやってくれる。世界中どこ行ってもねちょっとその土地でできるものが違うから調味料がちょっと違ったりしても、でも食べてるものって一緒だよね。例えばね、パスタ、これ逆に言えば日本ねひっつみだけど、生パスタといえば生パスタだし、ちょっと強くするね。最近小麦粉が悪い悪いって言われてるけど、それは輸入小麦が悪かったり、あと小麦で作る料理、例えばこれ何でも卵混じってるとか、こういう添加物が入ってるとか、砂糖いっぱいだとか発酵しすぎだとか、料理法の問題もすごくある。あと添加物の問題、素性の分かる国産の小麦粉を自分の手でこうやって好きなように、ね、日本ではこれをひっつみと言います。じゃがいもでもいいよ、韓国ではお店屋さんはじゃがいもで、これちょっとの粉とちょっと本当にちょっとの野菜とだけど、なんかすごいエネルギーいっぱいのものが、あとは粉がよく煮える。仕上げにエゴマ、味噌、塩、ニラ、わー食べようって感じです。塩入れます。お味噌を入れます。でこの何とも言えないでニラね、最後仕上げにニラです。さあ食べましょう。はい、それではいただきます。まず汁、あうん、おいしい、トロントロン、見て見てこのトロントロンのすいとんを食べます。うん、うん、おいしい、なんか食べ止まらないなんかねこのなんだろう、料理って味じゃなくてね、これの持ってるエネルギーが私がすごく求めてるものだったりすると、気に入った途端にもう一回手が出ちゃうみたいな、これ本能的に美味しいって言うんだけど、こういう本能的に美味しいような料理を毎日食べてると、皆さんが本来もう最初から授かってるエネルギーがすごいパワフルになるんだよね。そして皆さん長いことこうバランス失ってきたこのアルファリノレン酸不足が一気に解消すると、肌がツヤツヤになったり、内臓機能全部良くなったり、目がすごく良くなったり、もう最高なので、このスジエビ、ひと鍋でできるので、ぜひやってみて。さて、今日はここまでです。次はどんなレシピを紹介しようかな。楽しみ。続き読みたかったら、チャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。